に歴年に今夜を冷たいラーメンが夫婦ギュラギュラなくてため息ばかり今の今日の胸に夏は長く笑う四六時中も過ぎてみて夢の中へ連れて行って忘れられないはずそうを共演になれない素直に書いた名前消して波はどこが帰るのか The one is to you クラブベルを最後そのままでちょっと今さらなんか やるって感じでもなくなっちゃうんでなんか頭に入ってるのをやって、お茶を濁すという感じにはなってきますけどね。まあ奥さんがまた田舎今日明日帰ってくるのかないないんで今日は猫と遊んでおかないと日中猫と十分遊んでおかないとさ退屈した猫が夜中に起こしに来るからさ日中遊んでやろうと思うんでいろいろやるんだけど一番俺が楽なのが猫じゃらしとかもさ頭いいからさ最初はいいんだけどすぐ飽きちゃうし変わったことやってもなんかこうやってももう食いついてこないとずっと見てたりする、どうも頭きたりするんで一番楽なのが踊る俺が勝手に踊ると向こうがついてくるみたいなのが割と楽な遊びではあるんですよね。でこう今日の踊りは僕は伝七捕物帳のエンディングテーマだったと思うんだよな。あなた流れまた短冊黒門帳の兄ってさやってるとこう猫がひっついてきてくるんで何やってるの何やってるのってひっついてくるんですよ。捕まえたお尻をペチペチしたりまたゴーン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 追っかけ回したりして遊ぶっていうのは割と楽な遊びなんで、よくやるんですけどそればっかりやってるとこう家事がはかどらないんで、洗濯物をベランダに干すでしょ。でベランダに出るからその戸を開けないといけないんだけど戸を開けると猫がくっついてくる出てきちゃう出て表出ちゃうじゃないですか。だからその扉の開ける手前の部屋でとどめとかないといけないでしょ。でその扉その戸を閉めてドアを閉めてこうギターアンプかなんかでこう使い押しといてこっち入ってこれないようにしてさでこっちはもうこっちはもう今日が乗ってるもんだからさその続きやってんだよ。あばんかーりまったさなくって一人でやって猫入れちゃけばいいんだよさ猫入れるところで俺一人で今日が乗っちゃってうろもんちゃーあんにってやってたらさベランダの戸開いてることに後から気がついて思わずさすがの俺も思わずこれ誰も見てないかなと思って見ましたね。